警察と自衛隊による共同訓練の様子自衛隊車両は特別に指定を受けていなければ単独では緊急自動車にはなれない治安出動とは日本において一般の警察力をもっては治安を維持することができないと認められる場合に内閣総理大臣の命令または都道府県知事の要請により行われる自衛隊の行動を内閣総理大臣の命令による出動は 自衛隊法78条に都道府県知事の要請による出動は同法81条に基づく。治安出動には2種類あり、内閣総理大臣の命令による治安出動を命令による治安出動と言い,い、都道府県知事の要請による治安出動を要請による治安出動という。要請による治安出動の場合も、 自衛隊に出動を命じるのは内閣総理大臣である。いずれの治安出動においても警察官職務執行法を順用し必要な武器の使用が認められる。ただし出動自衛官による武器の使用にあたっては正当防衛または緊急避難に該当する場合を除き部隊指揮官の命令によらなければならない。これまで安保闘争、 1960年代の学生運動、労働葬儀、新宿騒乱、浅間山葬事件等への対応や、オウム真理教事件における教団への強制捜査において治安出動が検討されたことはあり、治安出動の請願が地方議会で可決されたこともある。しかし、軍隊の実力を総動鎮圧や治安維持に用いるのと同じなので、実際に 治安出動が発令されたことは一度もない。破壊活動防止法と並んで治安維持における伝家の法刀と呼ばれる。発令された場合は諸外国の外務士官庁から渡航の安全に関する情報が自国民に出される大規模な暴動や内乱が国内で起きていることになる。1954年9月30日、木村徳太郎防衛庁長官と 小坂善太郎国家公安委員会委員長との間で9項目からなる治安出動の際における治安の維持に関する協定が締結された。2000年12月4日に協定は改正され、2002年には各都道府県警察と陸上自衛隊師団等との間で治安出動に関する現地協定が締結された。従来の協定は暴動鎮圧を想定していたが、 現行の協定は武装工作員によるテロ、ゲリラへの対処を重視している。出動時には自衛隊単独でなく、警察と共同行動を取ることが想定されているため、2000年代に、入り都道府県警察と陸上自衛隊との共同訓練が実施されている。内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては、 治安を維持することができないと認められる場合には自衛隊の全部または一部の出動を命ずることができる。道場に基づく治安出動を命令による治安出動という。命令による治安出動では内閣総理大臣は出動を命じた日から20日以内に国会に不義してその承認を求めなければならない。ただし国会が閉会中の場合または 衆議院が解散されている場合には、その後最初に招集される国会において、速やかにその承認を求めなければならない。国会により、不承認の議決があったとき、または出動の必要がなくなったときは、内閣総理大臣は、速やかに自衛隊の撤収を命じなければならない。治安出動により出動した自衛官は、警察官職務執行法を順用して、必要な 武器の使用が認められる。この場合に、出動自衛官が武器を使用するには、正当防衛、または緊急避難に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。治安出動により出動した自衛官は、警察官職務執行法を順用した武器の使用のほか、次の場合に該当すると認める。 相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。職務上警護する人、施設または物件が暴行または侵害を受け、または受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合、多数集合して暴行もしくは脅迫をし、 または暴行もしくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他に、これを鎮圧し、または防止する適当な手段がない場合前後に、掲げる場合のほか、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を、所持し、または所持していると疑うに足りる、相当の理由のあるものが暴行または、 脅迫をしまたはする高い外然性があり、武器を使用するほか、他に、これを鎮圧し、または防止する適当な手段がない場合、防衛大臣は、事態が緊迫し、命令による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部または一部に対し、 出動待機命令を発することができる。この場合においては、防衛大臣は国家公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。防衛大臣は事態が緊迫し、命令による治安出動命令が発せられること及び、小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持したものによる、 不法行為が行われることが予測される場合において、当該事態の状況の把握に資する情報の収集を行うため特別の必要があると認めるときは、国家公安委員会と協議の上、内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所及びその、近傍において、当該情報の収集を行うことを命ずることができる。 これを治安出動加齢前に行う情報収集という。治安出動加齢前に行う情報収集の職務に従事する自衛官は当該職務を行うに際し、事故または事故とともに当該職務に従事する隊員の生命または体の防護のためやもう得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される。 限度で武器を使用することができる。ただし、正当防衛、または緊急避難に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。内閣総理大臣は、治安出動の命令があった場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部または一部を、その統制下に入れることができる。この場合において、統制下に入った海上保安庁は、防衛大臣に、 これを指揮させるものとする。内閣総理大臣は、その必要がなくなったと認める場合には、速やかに、この海上保安庁の統制を解除しなければならない。都道府県知事は、治安維持上重大な事態に突きやるを得ない必要があると認める場合には、当該都道府県の都道府県公安委員会と協議の上、内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる。 内閣総理大臣は、都道府県知事による要請があり、事態やもう得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。都道府県知事は、事態が収まり、部隊等の出動の必要がなくなったと認める場合には、内閣総理大臣に対し、速やかに部隊等の撤収を要請しなければならない。内閣総理大臣は、撤収の要請があった場合または、 部隊等の出動の必要がなくなったと認める場合には、速やかに部隊等の撤収を命じなければならない。都道府県知事は、治安出動の要請をした場合には、事態が収まった後、速やかにその旨を当該都道府県の議会に報告しなければならない。要請による治安出動に際しての出動自衛官による武器の使用の権限については、命令による 治安出動と変わらない。ありがとうございます。